平泉の歴史。奥州藤原氏によって築き上げられた平泉が最も隆盛を誇ったのが三代秀平の時代でした。平清盛の西国、源頼朝の東国、そして藤原の秀平の奥州、そんな時代に起こった源平合戦。戦を勝利に導いた源義経は目覚ましい活躍ゆえに兄頼朝に警戒され行き場を失ってしまいます。安住の地を求めてたどり着いたのが16歳から22歳までを過ごした平泉秀平のもとでした。ここ高田地は義経が晩年過ごした場所と伝えられています。1683年仙台藩主伊達綱村公によって建てられた義経堂には、若くして命を落とした英雄を偲び武者姿の義経像が安置されています。中尊寺境内にある弁慶堂には源義経、武蔵坊弁慶の木像。その大きさは186センチ。等身大といわれる弁慶像は義経を守るため大勢の敵の前に立ちはだかった太刀王城の姿を表しています。奥州藤原氏の平和理念、悲劇の武将源義経など歴史ロマンに魅せられて、たくさんの歴史人物や文人がこの地を訪れています。お寺の境内や町内に残る石碑に目を向けてみるのも平泉の歴史を楽しむ方法の一つかもしれません。